ウィーン応用美術大学はオーストリアの首都ウィーンにある大学。1970年に大学としての地位を得た。シュトゥーベンディングから取った校舎シュトゥーベンディングのファサード応用美術大学は1867年にオーストリア芸術産業博物館付属工芸美術学校として創立された。この種の学校としてはヨーロッパ大陸で初めてのものであった。 1941年、高等教育機関になった。1970年、大学の地位を得た。1998年、応用美術大学へと改称した。応用美術大学の歴代教員、学生には次のように有名なアーティストがいる。グスタフ・クリムと、オスカー・ココシカ、ビビアン・ウエストウッド、カール・ラガーフェルド、ジル・サンダー、ピピロッティ、リスト、マッテオ・ティュン。 フランソーはバレンティーニヒューゴ・マークル、ステファン・サグマイスター。今日でも教員として多くの卓越したアーティスト、教育者が在籍しており、次のような人物がいる。ジュディス・アイスラー、エルヴィン・ブルム、ザハ・ハディット、ハルトムット・エスリンガー、グレクリン、ボルフ・プリックス、そして哲学者のブルクハルト・シュミット。現在の学生数は約1800人、教員数は 約340人である。学生の出身国は49カ国以上であり、29種類の専門を学んでいる。学生の話す言語の数は合計56カ国語にも及ぶ。毎年、学生たちの作品を一般公開するために200の展示が行われ、それ以外にも多数のイベントや発表機会がある。アートエコノミーアートエコノミーのロゴアート エコノミーコースは、アートと経済を4セメスターかけて学ぶ、社会人大学院課程である。対象として想定されている、受講生は、アートクリエイティブ業界での独立を目指す人、美術、文化理論を大学で学んだ人、そして、アートマネジメントに携わる人である。展示、文化コミュニケーションマネジメント展示、文化コミュニケーションマネジメントコースは、 美術館や展示に関連する仕事についての学問的基礎と専門的技能を4セメスターかけて学ぶ大学院課程である。都市戦略都市戦略コースは建築物としての都市を主な対象として研究、デザインを行う3セメスターからなる大学院課程である。ファッションデザイン専攻のプログラムには今をときめく教授として著名なファッションデザイナーを招聘する。 モーデクラッセという授業があり、1980年から行われている。ファッション専攻は、エドアルト・ヨーゼフ・ビマービスグリルによって、全新校のオーストリア芸術産業博物館、付属工芸美術学校に設置され、1925年から1955年にかけて同志が専攻長を務めた。その後、ゲルト・ルート・ホフスマンとフレート・アドル・ミューラーが、 先行長を歴任した。1980年、オズバルト・オーベル・ヒューバーが学長に就任し、当時フランスのファッションブランド、クロエのデザイナーだったカール・ラガーフェルドが客員教授として着任した。それ以降、国際的に著名な活躍をしているデザイナーたちが、教団に立っている。ありがとうございます。